山根正嗣山根正嗣大正14年8月29日は日本の衆議院議員医学者1888年プロイセン王国ベルリン市にて日本人留学生と前列左より川本重次郎山根田口和美片山国吉美石黒忠則熊川宗を小沢周一中列左から森林太郎竹島務 中浜東一郎、助方、千倉、島田武次、谷口健、瀬川正俊、北里柴三郎、江口城。後列左から浜田玄達、加藤昭マロ、北川お次郎長戸国阿部軍椿号東、文村出身。長州藩の医学館であった、高生堂で蘭学を、中学校でドイツ人教師から、ドイツ語を学んだ。東京大学医学部を卒業し、 長崎学校一等教諭に任じられた。八百八十五年、長崎でこれらが大流行すると検疫委員として貿易に尽力した。八百八十七年よりドイツ・オーストリアに留学し、法医学を学んだ。帰国後は警察委長、医務局長、警視庁、第三部長を歴任した。1九百二年、第七回衆議院議員総選挙に出馬し、 当選。当選回数は6回を数えた。また、東京市会議員も兼ねた。さらに、1904年に日本医学校が創設されると、初代校長に就任した。ありがとうございます。